先々を見通した配慮、英霊後編からお伝えします。死ののたまわく、人にして遠きおもんばかりなければ必ず近き憂いあり、まあ、この言葉もですね、遠慮という熟語が生まれた、まあ、その語源となっているわけですけども、まあ、先々までいろいろと配慮しておかなければ必ず身近なところで問題が発生する、まあ、こうした意味合いであるわけです。まあ、これももう少し紐解いて考えてみると、まあ、私たちは目の前のことですね、こう一生懸命になって日々生活してます、仕事してます。そして日々忙しいと時間にも心にもなかなかゆとりがありません、余裕がありません。だが本当に大切なことは、先々を見越してですね、対策を講じたり、あるいは人間関係にも配慮をしていくということが大事です。そうしたいと身近な人との人間関係がうまくいかなくなってしまう、あるいは近い将来に必ず問題が発生するということになります。問題への対応方法ですけども、あらかじめ手を打っておけば、準備しておけば、問題が小さいうちに収めることができます。ただ起こってしまってから対応しようと思ったらですね、コストがかかったり、時間がかかったり、労力がかかったりして大ごとになってしまうわけです。ですので早めに目を摘んでおく、あるいは問題が起こる前にちゃんと片付けてしまうということが最上の取り組み方ではないでしょうか。つまり賢い人というのはですね、目先のことにあまり過度にとらわれず、時間軸を長くしたり、空間軸をこう広げたりしてですね、長期的な対応をしている、あるいは事前の対応をしているというところにあるのではないでしょうか。この遠きおもんばかりなければ必ず近き憂いあり、遠慮という熟語が発生したわけですけども、まあ、今はですね、遠慮しますというとノーサンキューの意味、しませんよということですけども、もともとの意味合いというのは遠いところまでしっかりと考えておく、だから今はやめておきますということだったそうです。